にちは、ヤダミです。こんにちは、キタです。こんにちは、シンボです。今日はですね、こいつは上級者だなと、思わせる方法をやろうかな。まあ、これマニアックですよ。これ趣味の話なんですけど、じゃあ、シンボさんそっち。じゃあ、ボール持ってる状態ね。で、俺がキタさんをマークしてる。キタさんとシンボさん仲間です。はい、でここで、キタさんがこの反対サイドにいるときに、ここで守備の人間が、キタさんのこと見える、こうやって見たら見えない人多いですよね。今俺の視野で見ると、こういう角度だ。じゃあその、もうちょっと寄ってもらおうかな。この角度ですよね。ね。ここで見えてるのは、こういった角度になる。だいたいね、ここの幅ですね。ちょっと今日、寒いからスプレーが泡立たないよね。ムースがね。ヘアムースじゃないですよ、これ別にね。これちゃんと、ほら、J リーグ公式ですからね。だから、ここで、見えてない。これが、要するに、このシアラと北さんのこと見えてないからといって、はい、ここで大事なのは、下手あ、こいつはサッカー、慣れてねえなって思われる仕草いきますよ。これですよ。これと、もう一個いきますよ。ゴールを確認する。これ。これと、首を振ってみちゃう。だから、この瞬間って、シンポさんが見たらどうです？結構縦に。チャンスですよね。あ、こいつ首振った。またはこうやってやったらチャンスですよね。はい、ここですよ。じゃあ、これを避けるために大事なことは何なのかっていうと、俺、北さんを見たいなと思ったら、こうすりゃいい。一歩、さっきいたところから、ね、この体の向きから、一歩下がりました。ね、体の向きですよね。いるのは変わんないですよね。で、さらに、ね、向かってきちゃった場合、もっとこう見えなくなる。そうしたらもう一歩下がってあげたら、この距離は維持できますよね。だから首を振らないで見る。で、北さん、これね、また意地悪だと、もうちょっとこっちクイ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 って行くんですよ。クイ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 って行っても、こうやって見てあげない。ちゃんとこの向き、ちゃんと目線横で見る。はい。首をね、振る。これ上級者に一見見えるけど、それ攻めてる時の話。守備の時に首振りまくってるやつは、ど素人に見えます。ね。で、もう一個。今のゴールの位置の確認。はい、これ大事ですよ。向こう側のゴール映してもらっていいかな？はい。あっちのゴールと、はい、こっち側のゴール、ちゃんと向き合ってるのが前提です。だから、たまにお父さん講師とかで雑にさ、ゴールをずれてて平気な人、イライラするんですよ、あれ。だって、前のゴールを見て、自分の立ち位置さえ分かれば、振り返る必要ないですよね。だって、あれの反対側にあるんだから。だから、優秀なディフェンダー絶対振り返らないですよ、こうやってね。キーパーも振り返ってやられちゃうでしょ。ね。だからちゃんと、こっち側の今、俺の目線であっちのゴール見えてますよ。ね。またはですよ。またはですよ。相手の選手の目線何狙ってるかっていうのはパスもなんだけど、必ずゴールは絶対見るから。っていうところで補正していくんですよ。はい。この辺を分かってるかどうかで、上手い人かどうかの差がはっきりしてくる。ね。不安で見ちゃったらもう負けですよ。ね、ボクシングに向き合ってて、後ろ向いた瞬間やられますよね。同じです。だから、ちゃんと両方見て、向こうのゴールも見て、ね、これで、二人を見る。ね。で、この状態でパス出されたとしても、あ、見えてれば対応できますよね。だから、ここを、ちゃんと高いレベルでやってたら、北さんは何を狙いますかってなる。もっと広がってみて、俺が見づらくするとか、そうするとですよ、広がってあげると、もうちょっとじゃあ近くいて。近くにいると、ちょっとここ。ここにいると同じ目線で、これだとシンポさんと両方とも見えてるから、俺この位置なんですよ。広がってください。そうすると、俺下がんないといけなくなるの分かる？はい。シンポさん楽になるのこれ。ね？この位置から見てみます？俺の目線。ついてきてくださいね。さっきの北さん、ここ。ね？ここで狭いよ。お団子サッカー、この目線ですよね。で、これが、はい。ほら、シンボさんと俺の距離が離れていく。じゃないとできないよね。だからこの辺をさらに、もうちょっと前に来てください。俺のこの四角、俺のこの中に入ろうとする。こっち。もっと離れながら。離れて。離れてここまで行くと、俺どうしようってなりますよね。体の向きひっくり返りますよね。下手したらね。だからね、ここはすっごい嫌なんだけど、じゃあ俺何するかっていうと、ね。上がっちゃうんですけど。奥さんですよね。そうすると、進歩さんどうするのって、うわ、パスコースなくなって、1対1ですよねって、あ、またちょっと、レベルの高い話になりましたね。まあ、ここの締め付けが激しくなるんですよ。
もう死んだでしょって。で、ここで1対1迷ったら、奪いに行く。いやー、ちょっとね、オフサイドがあると前提の話です。まあ、ちょっとディープです。小学生で果たしてこれ使いこなせるのかどうかはわかんないですけど、お父さんたちは知ってください。ね、子供にドヤ顔ができます。ね、ぜひね、この辺を、理解して、やってもらえると、いろんなところで、発想出ると思います。ということで、はい、チャンネル登録、お願いします。